Please select your character. Well, Vermilion. いいね。岐阜から。うちのおじいちゃんも岐阜にいる。海ないんだよね、岐阜県って。そうだよね、遠征勢に駒整えるとかさ、ベルチラ戦の当てるとかちょっとかわいすぎるような気がするんだけど、まあ岐阜県のね、新しい立ち回り、まあ見たことない立ち回りでちゃんと駒をぶっ殺してくれることを期待しますよ、俺は。あれ、駒と2章なかなか D をこすらないぞ。まあ近づくのノエルはあの D こすると死ぬキャラなんでね、あのかなり立ち回りキャラ、強い立ち回り牽制とカッカー取りの補正のいい立ちをうまくする、完璧、あのちゃんとした立ち回りキャラになってるんでね、ノエルは。だから今みたいなコバトムーブは本当に通用しまって、いいゲームになるといいな。結局さあ、オモフルの J4D からオプティック 6G2 段目入るわけないじゃん。JC ぶっこんでカウンター当たると、 J 引き下ろして中段カウンターヒット、5番からワンコンボ前線がファジって JC 表ガード投げる、ダイヤが嫌い、これは死んでしまうぞ。ファーストマネ、この状況ミスは許されない、まだ知らないか、ガジョーク立ち一本選手はまだこれ、ゴキハズマ当たるくる、これは痛いぞ。ブルーム 6G ペペペペペペ、はいはい、持ってきて中段、これいけたっけ、いけたような気がする。間入れて 6G オフィック、入ったはい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 、クソゲー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 、そろそろやばいぞ。下ろして DD 当たると表、さあ J4D 入らずに当たると 2B でお咎めしてめくり、さあ立ちにこっちで立ちピー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 、中段逃げて、これクリーン、いけーゴーお世切りじゃないじゃん、当たってるたまらずマスト J かな、レッセンがこのリターンさ、しゃがみくらい切り込んで中段、ええ攻めっけ、え、決まってないよこのゲーム、お前のゲームちげえから、これそういうゲームじゃねえから、えうまいと思ったのに。ミリー、J でワンコンボ、いけない。もうなんかよくわかんないわ。ジェミからタッチピン。さあ、4D が置いてあった。三振つないで、これは死んでしまった。勝ったのはコバトノエル。さあ、いやいや中でも出てきたのは。アルプラチナ、まあね、あの R と青木の子の同人誌買ってくれた方は本当にありがとうございます。 R も喜んでたんでね、皆さんまた食い込みで出すらしいんで期待していましょう。よーディフェンセルドリームさんに、こいこいこい、ドリームミリーコスルマジパス、スプリングレイド、エリアル締め、一個半、ロケ、ユー出した。さあ画面端到達して、今後は伸ばさない。中段見えないね。なんだかんだで早いからね。さあこれは一日同時解除いかなくても普通に死んでしまうと。一本選手はコバトノエル。第2ラウンド予選から始まりのジェリーオプティックうまかってダウン取ったが落ちていかない、
4D うまくつなげた。スプリングリード6時嫌いはできない。三振ミサイル決め、ハンマーしっかりガード。さあタッチパンからドリームボックス決め、さあ 2B が当たった。バーストまあ画面が近かったんでね、壁エリアで行かれるよりはいいでしょう。ドッキャン、しかしこれ変わってないかな、まあ、なんかハンマーがすげえカットアイテムになってるって聞いたけど、まあ、ジフレナギと新しいアイテムがすごいうざったらしいっていうのはよく聞く情報ですけど、メルディメルディからドッキャン。さあ、しかしくメルディに上技かかってなかなかコンボいけなくなったり、確か立ち暮れ限定の上り込みができなくなったとか、プラチナ結構やることが少なくなってるって聞くけど、まあどうせ新しいやることがあるだろうからね。プラチナ結構普通の通常技が強いんで、タッチピンとか JC とかそこら辺は全く変わってなかったらしいんで、まだまだ上位に立てるキャラでしょう。めぐりしっかりガード、アタルする、ダウン取ってタッチ A タッチピン中段、何も繋がらないが朝する見える、立ち暴れ切り返しいいの、キンバースト 6C 広いオプティック 6C JD から D ボールパコンボ。まあ画面端じゃないんでね、相変わらず安い。しかし画面端到達、 JC やってないって言ってる、あかんわ、三振できない、やり込み足りませんね。さあ崩れちゃって、どう技もいけないけど、はいだ、ロッチ、フルコンで、死ぬか、スプリング死なない。さあ、立ち合いになって、シーオプティック当たる。勝ったのはコボットノエル。さあ、勝ったのはこっちだから。名刺抜き。じゃあもう全員身内だからね、わかるでしょ。じゃあ2番兄弟で始めちゃってください。じゃあ2番兄弟で始めちゃって、わかるでしょ、全員全員顔わかるでしょ。じゃあ始めちゃって、さあ、大将早速投げ、ベルベルさんは今日来ます。まあ Twitter のアイコン見ればわかるでしょう。あれ結構可愛いよねなんかビクンってなってるけど、ベル大丈夫、画面外ですよ。さあ最近ハマっている 6C 投げ、まあ、紫色なんでね、ブレイブル投げにもなんないでしょう。リビからオプティックしっかり繋いで、さあ結構雲行きが怪しくなってくるが、ラッピーゲージは 50% 溜まっている。スタインバース踏っ張って、あーダメ、発汗取れない、エタクト。ジェビー立ち立ち、さあいろいろお互いミスしているが、アラクネス EB 押し切当たって 70% 1つなげて、さあヒラノルが当たる、楽園状態殺しきれるかな、ベルタンできるかな、できるかな、あー 4P しろー死んだ。さあ、次回作のアラクネは確か、楽園が4秒くらいできるらしいですね。なんか AMC、BMC、DMC ってなるとなんかそれだけで楽園ゲージが半分ぐらいに消費して、まあ、オーバーレイピックのカスみたいなもので、まあ、オーバードライブか、あれもカスみたいなやつで、でなんか新技で楽園ゲージ中に楽園ゲージを開始するって技があるらしいですけど、まあ、それをうまく当て続けないとおそらくコンボがいけないっていう設定になってるんでしょう。まあそれよりもなんかタッチリージャンケンがなくなって6円からの一発レイク楽園がなくなったりして、まあ結構卓球するようなキャラになってるらしいんだけど、まあ JB ムーブは相変わらずということで、まあ JB ムーブがないとぶちかるくね、ただのカスだからね。あ、インパースどうなったんだろうな、今の不明な点が多い、やっぱり。さあ、トリトリシャリン構成がきついんで、シャリーレインか、あ、まあ殺しきれるか、あの状態でも割った、バリが張らない、まあむしろ張れないか、バリ上げていっぱいあったけど、さあ、しっかりタッチの役割を果たしたベルアラクネ、お付きどうぞ。さあ、ノエル殺したらノエルが出てきたでござる。まあ、このノエルはね、まだコバトノエルみたいにリーグをするようなノエルじゃないからね。
まあ間違いない、こっちの方が実力的に強いからね、間違いなく。いや、ドバタタの勝手野郎だから。間違いない、まあその中盤プレイ近づくできないから大丈夫。さあ懸垂合いで V 引きり、V 引きり、無理やりして JB 6B ぶっ飛ばしてスタジオ5キリオプティック当たる、中段見えない、さあ安心つなげて、おっとシーファルは出ないか、さあバックステに中段合わせて強制高みくらい、誠にもください、当たると 6C2 段目 6C オプティック 6C JD つないでリボルバブルーム、しっかりダウン取ってここはここ近いところ一式 JB 画面8だいぶ入らない、さあタッチリーがノーマルヒット上連覇していたのかな、めくりダイブカウンターサルト逃げてここは差し込み、うまく牽制差し込んで、さあこれ切れるところだがバーッと無駄に吐いてタッチリーそこを左 50% 回収見えて崩れてラピカン走り JD うまくつなげて、さあさすがらけい状態 4D 爆打ってアサルするラピカンフォローしたがガードいけずにコーパンで崩れてしまった、一本選手はベルアラクネ第2ラウンド低め投げうまく吸い込んで、まあ相変わらず竹田も新作の方は空中投げからエリア上はいけるっぽいんですけど、軒並みやっぱり時短が減ってるんでね、あの魔王投げみたいなタチリーディー派生空投げとか、まあそういうなんかコパンコパン投げとか、そういうのが時短がかなり減ってるんで、かなり発見するゲームになっていますが、まだね本日はヒトゲーのエクスケンドなんで、それを楽しんでいきましょう。さあ、一本取り返す、デッドヤルノエル。間違いない、素晴らしい。最終ラウンド。さあ、バース掴めてるぞ、デッドヤルノエル。どこで入っていく？下で見える？さあ、2へいっぱい来たんで。3B、ぶっ通し。よすみ。さあ、釣り当たって。ジェリー当たっちまう。中段崩れて。6B、ぶっ通し。バース警戒か？立ち、立ち、立ち。2B、崩れて。ダイブ 6A 下ろして車輪はバーストを測れちゃうタイミングになるんでね、入れないんでしょう。あーちょっと待ってたまらず1個目のバースト、さあ楽園ゲージが盛り詰まって、さあさっさと消えるキリ、キリがしっかり消すタイミングだったのにガーツがついてしまった、勝ったのはベルアラクネ。最近社会人が忙しすぎて復活できなかったアリサだけど、まあ最近はねペリシナに来て結構ブレイブルー触ってるんで、結構コンボ精度が上がってきてるような気がしますよ。そしてね中段27区で見えないか、タッチ C 時間つくレイチェルは確かタッチ C に動画で使って、まあタッチ C2 段目の派生が壁張り付き、タッチ C 毎回変わるよね、なんか種類が。ナイフ。あとはなんかどっからしらカエルが出せなくなったり、なんかカエル置き攻めが足にくくなってるとか、青肉コンがギリギリできるようなタッチに動画でかかったんでね、結構またやることが絞られてるなキャラクターだけど、まあ楽園状態であればどのキャラも変わらないと。持ってきて CMC、DMC 4B はしっかりガード、中段見えない、これは知らない、いやー覚醒コマンドができないんですかね、アイランレイブですよ。さあタッチが見えたか、いいテンペストだったな、カツ回収したいところ前で解放、さあダンキルモードだがそんな関係ねえ、F 丸入れて、一本選手はベルアラクネ。
ダイナとお願い、しゃがんで、かわいい海合からの始まり。VB。 さあ、これは仕方ないと当たっていく。荒くね、ジョーク、荒くね、VB、VB。 まあね、そんだけ霧を出す機会があればね、そのうち VB キラー当たってる機会もあるわな。さあ、アベンジャーモードになって3発痛えな、3発痛えな。あー、これまずいぞ。モリモリって減って、モリモリって減って、いった、前じゃ出ない。チャチェチャチェニエ、上りデビ。さあ、5番から割り込んで逃す。 6A 届いた、怪しいヒットボックス。 6A 持っていったね。バーテンマテリー、立ち見広い、複数のエリアで締めて1本取り返す。有田姫、お互いバーストかめた状態。最終ラウンド、足へ投げ、ロケ見る、低く投げ、追いかけて、だいぶだいぶダメージ取って、リリーが当たる。さあ、いろいろ事故っちゃって運が悪かったとも言えるでしょう。めくりチューナー、バースト仕方なく吐いて、近づきの中断、中断、めくり中断、中断見える、中断見える、中断、しつこいなお前は。バーって読まれて、ストリーシャリンラッキャンからだいぶ縦につながってできない。ワンドット残るぞ、まだまだワンチャンあるか。あ、じゃあバース2個かめてちょうだい。そしてラッキャンが 70%、 これ絶望、これ、うわあ、危ねえ危ねえ、あー、着いたー。勝ったのはベルチーム、おめでとうございます。それじゃあ1回戦行ってもらいましょう。ウィキの人ミュー、ムーミンハズマ、アキツイガチームと言った。アキツキミュー、ムーミンハズマ、アキツ、あ、違った、ムーミンハズマ、アキツイガ、アバレンジャーアキツキ。